はい、おはようございます。担当の人です。今回はですね、はい、まあお久しぶりですね。はい、今回はこちらです。小川駅ですね。なぜ小川駅で担当の人ですって言ったかというと、目の前にありますよ、答えが。何かというと、ほら、これじゃないですか。もう答え出てますよ。JR バス。JR 東海バスと JR バス、JR バス関東って書いてあります。これが答えです。何かというと、もう一つの答えは、はい。ディズニーランドって書いてあります。と、東京駅って書いてあります。これが答えですね。あー、暑いですね。夏ですね。はい。まあ関係ないですよ。で、周辺施設はというと、イオンがあったり、目の前のイオンモールかな？モールがあったりしますね。で、この辺りにも、この辺りには当然あれがあるんですね。はい。山陽道出店かな？まあ、ともかく、本屋さんが近くに、大きな本屋さんが近くにあるんですよ。エディオンの下にある本屋さんがね。はい。まあ、そんな感じですかね。で、この辺りには東奈良町運行バスもあるんですね。はい。小川駅からスタートする東浦のバスが。で、あっちは、中部国際空港に行くバスです。暑いですね。で、語れることはというと、はい。もう行ってしまった6時42分の、我々では乗ることができないバス。なぜ始発が6時20分くらいですからね、間に合わないんですね。まあ、ネットカフェを使えという話もありますが。これが、大田川駅、小川駅ってやつですね。はい。というわけで、大田川駅に行かなきゃいけないんですね。はい。まあ、いずれ行くことになるんですが。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。